はい、どうぞ、ジャムチ TV です。今回もウィニングレブンアプリ2019やっていきましょう。ということで、今回木曜日ということで、新ガチャが来ておるんですけれども、今回来たね、新ガチャ、まあ、こちらということで、イングリッシュリーグスターズ、何か見覚えがあるんじゃないですかと。すげえ顔してね、正月だよ。イングリッシュリーグ来たらやばいね。スパニッシュやら何やら来るでしょう。白で薄くボックスドローじゃねえんだよ本当にっていう感じなんですけど、まあ普通のねイングリッシュリーグスターズということで、これ多分ツアーもイングリッシュリーグが来てるんだよね。はい、ということでこのボックスが来てますよということで、まあいつも通りボックスの中身としては450人、はい、でまあ黒が33ぐらいかな、はい、っていうところなんで、ただねでもそんなに確率的には悪くはないんじゃない、まあ、5、6回に1回ぐらいの確率で黒出るんじゃないですかっていう感じなんですけど、ボックスの中身ですね、はい、見ていくともうほとんどねプレミアですから、もう強い選手揃ってるよっていう感じで、普通に大当たりで言うとサラーとか、サラーは大当たりだね、うん、あのデブライネとかもね強いし、キーパーだとねデヘアとかもいますしね、ファンダイクとかもいたりとかするという感じで、やっぱいい選手は多いと思うんですけど、ただまあ正月付近に出すガチャとかと、これをね三が日というか正月に出して、いやちょっとねなんか新しいガチャ欲しかったよね。うん、でしかもこのイングリッシュリーグが来るってなるとね、その他のまあそのいろいろなことが考えられると、あとガチャ20連いきましょうか、引いて、まあ、どれぐらいで、まあ、結構いい、もいい選手来るんじゃないかなって感じしますね、うん、そのまあガチャ的にはね、なんでこれ最初に出すねちょっと出すのって感じはするけど、怖い、まあ、やっぱ正月っぽかったのかなあっといきなりずれちゃったりして、おい、はい、一発で、ちょ一発でドゥーン、しかも、ね、2枚引き、しかも超当たりじゃん、めっちゃ当たり来たんだけど、3枚当たり引いてんじゃん、もうでも持ってますからね、ファンダイクとかね、おためにマックスで持ってるんでね、いやでも怖いなこれ、イタリア、イタリアと来そう、スパニッシュイタリア、リーガン、そうやな、これ2018思い出すな、最初の一発目みんな黒みたいなことあるのかな、どうなんでしょうか、ちょっとお祝いみたいな、はい、さあ銀ですよ、はいはい、うん、どうなの、なんかいた欲しいの、フレッチとかいた、フレッチとかもいるだろうね、マンチェスターユナイテッドだし、まあその辺の選手とか、あとはおもちゃ TV 的にはですね、かぶってる銀の選手、うん、まあ今リーチな選手とかが来てくれれば結構嬉しいかな、なるほど、え金、ずれちゃうと、ずれる演出めっちゃいい、信念緩めか、フェルナンジーニョ、はい、ジョーナヘンダソン、俺はね今ね、あのプレミアですと、あのハリー・ケインをね、はい、使ってみたいというか、あーケインちゃんね、なんかねコメントでケイン強いですよみたいなコメント来てたんだよね、うん、ちょっと使ってみたいなって気がする ね、さあ銀かぶってる銀来て、みんな新しい、かぶってるのが来たらまあ神だからね、そう結構ね、まあどうなんだろうな、アザールがねダブルタッチもルーレットを持ってないんですよ、そうだね、そうですね、そこがねちょっとアプリ版だとね、うん、なんか他の選手に比べてっていうところがあるのかなって、 PSO だと超強いんですけど、やっぱねダブルタッチとルーレット持ちがね、なんかねアプリだとねすごい ね、あ、アーノルド、アーノルドさん、アーノルド入れた、リバプールとかの選手を入れようかなって、ああなるほど、うん、リバプール作りたいからね、さあどう、はい、フレッチフレッチフレッチ、いやもう完璧、この選手がね確かにレベマじゃなかったんだよねちょっとね母体を当てられたんだけど、そのとつることができなくて51位にすることができなかったんですけど、なんだこれ無効試合たまにあるんだよな、このよくわかんねえの、何してんの、もう本当に正月そうそうさあ行きましょう、まあ普通に黒はね、ライはデヘア、デヘアデヘアデヘアってライ、デヘアラ、うん、あーシュルレ、はい、うーんまあシュルレね、シュルレか、でももううちとねシュルレも金だったしな、
まあ、上がる選手がいれば下がる選手もいますから、ね、いるけど、どうや金どうですか、誰が来ますか。はい、フェルトンゲン、はい、結構あれだな、新規の選手いっぱい来る。まああんま多分ここら辺の選手ってゲットしてないもん ね、 そうだね、ゲットしてきてないから、うん、まあちょっとなんつうのセンターバックとかは育てたい選手とかもいるんで、まあそういった選手にトレーナーかな、ね、キーン、はい、ジョアモーチ、はい、センターフォワード、なるほど、最初クール結構来たけどね、こっからちょっと渋くなってきてる気がする。うん、また銀、あ、リンデルか、残しそうかな、リンデル、マンチェスターユナイト、あー、ペーナの、まあでもいいか、ウッド出た、ウッド、まあちょっとね、まあでもまあ2個出たから、うん、相当いい方、そう10回で2回引けるっていう感じだと思うんだよね、うん、はいはいはい、あ、イオンビね、マジでアレックスイオンビ見るともう本当ペスリーが思い出す、これ63枚育つよイオンビね、うん、イオンビはね、まあ PS の話になっちゃうんだけど、ペスリーグモードつながってね、すげー使うわイオンビ、めっちゃ63になれば強いんじゃないの、まあ育てればだよね、そこまで育てられればって、おーっと、ラッシュフォードラッシュフォード来た、ボリ、もうラッシュフォードめちゃくちゃボリ来るよな、ラッシュフォードはね、まあ、まあ、育てに大変だと思うんですよ、やっぱり65まで、そうだね、ただ65まで本当に育てが、育てて75じゃなかった、65、え、65ですね、あ、65か、本当65まで75応援か、そう、75円なんで、あの、育てる価値のある選手なんで、まあ、コストも安いし、ただ後半が4なんで、そうなんだよな、そこの部分じゃない、ここがね、微妙なんだよね、まあでもラッシュフォード通常だったらラッシュフォードに、ラッシュフォードなんかスカウトとかでそういうトレーナーとかですね、頑張って取って、それでなんか重ねてったりとか、うん、トレーナーとかで取ってったりとかするのがまあいいのかな、はい、ランシ、あ、ルーカストレイラね、もしかしたら爆発するかもしれないしね、そうそうそう、マジで夏いわ、ルーカストレイラとか、もうここの選手もアースナル、うん、ペスリーグモードでめちゃめちゃお世話になる選手ですね、取るんよね、ボール、うん、さあ金ですね、どれ、おっと、パパススプーロス、そしてマルシャル、ソクラテスって書いてある、ソクラテスってあのレジェンド思い出すね、おい、俺のサバカ聞いちゃったのぞ、あいつ医者になるっつって、あの選手はまあでも結構個性的な選手だったよね、医者になるっつってね、いい選手だった、出てるのは医者になるっつって待ち医者、うん、俺医者になるわって、おしずれろ、でもね、4回ぐらいはね、来る予定なんですよ、まあ2枚引きしたんだけどね、はい、コンパニー、はい、ウォルコットも来てます、ウォルコットとかもずーっとさ、ウィニングレブンだと、もう本当に足の速いキャラクターじゃなくて、まあ、選手だよね、うん、ずっと、なんか落ちないよね、ジェルビニューとかやっぱ一時落ちたけどさ、うん、ずっと本当足速い感じ、さあ、キン結構、まあ、キンも出ますね、うん、ファビエンスキー、あー、ロバートソン2体目か、ロバートソンもいっかな、ロバートソンね、FP でね、まあ超強いね、イエスワーク来てるんで、めっちゃ強い、うん、俺がほんまに大体不動のスタメン、うん、左サイドバック、まあ、コンディション程度5なんであれなんですけど、多分いいね、普通に調子いい週は絶対使える、うん、赤火、まあやっぱりそう簡単に噛める子ね、まあ大体確率通りがちょっと来てる、まあでも最初2枚引きしたからマジで、そうそうそう、うん、だから枚数的に言えば結構20連でまあ、うん、銀、おジェルマン3体目来たー、来たよー、これでトレード可能、サロモンロンド、うん、キトなんだ、なんだこれ、聞いたことあんな、いいんじゃないですか、うんうん、グッとグッと、さあどうや、銀、銀で喜ぶ、
出てないぞ、出てるぞ、どっちかが大切です。はい、でも新規が多いね、このプレミア。さすがしゃあない。うん、あ、飽きなくなっちゃった。まあいいや、あと1回だよね。390で450だもんね。うん、そうですね、うん、あと1回、これで20連目かな。黒何個出たんだ。最後確認しましょう。金、はい、ドン。あー、はい、これは入れないといけないからね。さあ、ということで黒はですね、まずファンダイク、オタメンディ、そしてフェルナンジーニョ、コンパニー、まあ4体ですね、20連で。だいたい確率通りかな、20連で。まあそんぐらい、5回に1回ぐらいはチャンス、はい、確率的に見てもね、 あると思います。ただだからこれを引くんだったら、まあ、GP 貯めて、ね、あの引くっていう、あのチャレンジの、まあ、向こうちょっとやってる、そう、あれをやるとね、結構ね、いけるんじゃないのっていうのはあるんで、はい、まあ、それチャレンジしてみて。そうだね、あんまり、でもね、結構ね、あのツアーとかも普通の通常のイングリッシュリーグとかのツアーも来てるんですけど、うん、無料のガチャが結構引けるんだよね、はいはいはい。わざわざこれ引かなくてもいいかも。まあ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 、銀とか4個もらえてたでしょ。で、金も2つとか、だからかなり無料のガチャもらえるんで、はい、まあ、そこでね、あの集めるっていうのが全然ありなのかなっていうふうに思いますね。これもうちょい豪華なイベント欲しかったけど、いやー、そうだね。まあ来週にはね、一応多分おそらくもうライブアップデートが来て、はい、でその時に FP が来るっていう感じなんでね、うん、はい、まあ来週、まあ、ちょっと熱くなるんでね、まあそこに期待かなといった感じですかね。はい、どうしよう、さらっBall!